こんにちは。内外タイムズの時間です。編集長の長島克司です。今日も長男院大学総裁と、2つテーマで喋りたいと思います。まず一つは総裁、はい、今も問題になっているその安倍総理の側近中の側近が、うん、またもそのスキャンダルを起こした、まあ、スキャンダルと言っていいのか、うん、問題ですよね、はい、その茂木、うん、この人は経済再生担当大臣ですか、うん、これがいわゆるその選挙区のあれ選挙区で有権者へその選考を配ったと、うん、それで今大騒ぎになってますよね、うんまあ、大騒ぎというか、うん、でこれがいわゆるあの盛りかけ、スパッといわれる今3つの安倍総理に降りかかったのがあるじゃないですか、うん、こういうもう一つのいわゆる火種を起こしたと。でこのことでその一番僕がねあのこの茂木という大臣がその質疑でこうやることはもう開き直っちゃってるんですもんね、うん、ある意味ではもうなんだよこいつと思うの、うん、でなおかつその答弁終わった答弁でも答弁してませんからねほとんどしてね私は知りませんって、うんうん、でそれがね野田聖子とね、うん、あのそれが終わった後にニコニコ笑いながらこうひそひそ話してるんですよ、うん、でそれが NHK の生放送に映ったんです、うん、その時にねこいつこれは相当なあれだぞと思ったら、うん、いわゆる野党からの追及も当然だけど、うん、いわゆる与党の方から、うん、ちょっとこれは不謹慎すぎるぞと、うんうん、という声があの出始めたそうです。どうだろう、これはちょっと慎重から聞いた話ですよ、うんうんうん、それであの過去そのいわゆる選考というのであれは、うん、あの今の防衛大臣小野寺ですか、うん、小野寺あれがやっぱり一回あるんですね。これ選考を配った その前にも結構あったらしいんですけども、うんうんうん、まあ慎重の方もあの僕のもちょっとそこはあれですけども、でほとんどの人が、うん、いわゆるその閣僚を辞任するだけじゃなくて、うん 議員辞職まで追い込まれてる、うんうんうん、そうすると今回のこの茂木大臣が単なるそのこれはおそらくこの担当大臣はあの辞任だと思いますね、この前行けばね、まあ、当然だね、ただそれが果たして辞職まで議員辞職まで行くかどうか、だからこれは一つ の安倍総理にとっては大変なダメージになると思いますね。そうだね、だから今いろいろその僕なんかでもあれしてる分の中で、この安倍総理そのものがの根底をもうガバーッと崩しかねない、うん、あのこの茂木爆弾、うん、だというふうにあの、うん、僕は見てます。でも後でこの後で喋りますけど、その安倍さん注意しなきゃいけないよというのは北朝鮮の、うん、あのまあ これはその後で喋りますね、はいはい、あの問題に関してね、はい、ちょっとあります、ね、これをあの総裁この茂木大臣は、うん、しかるべきあのどういうふうな処置になると思いますこれは。まあもともとね茂木という男は、マッキンデーかどっかにおったね、ああ売国道そのものの体質を持った男でね、うん、売国道、今永田町で風紀が乱れてる、うん、高度領土に反するような行為、うん、まあ不倫だとかセクハラだとかね、はいはい、この不倫のやっぱり宗家家元なんですこいつは。永田町における不倫の宗家家元、おだから選対委員長やってて、はいはい、女性を公認するという時に、うん、公認してあげますよと私が、うん、その代わり付き合ってくださいと、ああ何の付き合い、政治の付き合いならいいんだけども、ああ立身弁の政治、夜の政治やからね、夜の立身弁の政治ですね、政治が政を、まあ、取り違えた付き合いをしよるわけ。ああまあ分かりやすくバカ国民に言うたら、うん、目掛けになれって言われる自分の、お目掛けになったら、うん、こうにしてやると言うて、うん、大阪枚方でそれを釣り上げたのが佐藤ゆかりだ、うん、そうなんですか。そうよ、
まあ、そんなことはもうみんな常識知ってるのが常識だけど、これ僕は知らないのかじゃあそうか、まあ、だからそのそういうことを次から次へと、うん、関西電力の会長の秘書の同じように、うん、そういうことで目掛けにする。うーん、まあ、今クラブのまだ新地のままに熱を入れ上げとるらしいが、大阪行って、うん、行った場合は、うんうん、まあ、政治をやってるのか、うん、夜の政治をやってるのか、うんうん、よく分からん、まあ、今日、まあ、最近の国会の答弁聞いても、うん、まあ、はっきり言えば保育園児みたいな感じだね。ああ、そうですね、本当ガキですよ、これはね。保育園児か小学校の、うん、まあ、生徒会か、うん、という程度のレベルの男が、うん、何が TPP 担当大臣だっていうの、うんうんうん、だから経済産業大臣の世耕と比べたら、うん、大学教授と保育園生の差があるね。なるほど、最低の男だよ。うん、だからまあ選考だって配るだろう、こういうやつは。うんうん、まあ、バカの小野寺もそれでやめて、うん、公選法の あれに基づいて、うん、公民権停止があったわけだから。はいはい、同じことじゃねえか、うん。即大臣も国会議員も辞めればいいんだよ、うん、元木は、うん。小野寺も辞めたんだから。うん、まあ、小野寺と、まあ、今カンバックしてますよね、うん、同じやっぱり処罰を受けるべきでしょう、うん、そうですよね、うん、だからこういう問題がね、その安倍総理に次から次へと降りかかってくる、うん、で単なるその不倫騒動とかなんかそういう問題と違って、うん、この問題は全然別の問題じゃないですか、うん、その森友もそうだし、あの加計学園もそうだし、だからそういうものとまた意味がちょっと違う部分のものなんで、うん、まあ、いや僕はね、国民を馬鹿にしてると思いませんか。不倫は、うん、まあ、戦後の GHQ が日本の、まあ、娯楽として与えた文化として、うん、まあ、多めに見るんだけども、うん、はいはいはい、ね、しかしやはり選対委員長の立場でね、うん、選対として、はい、やはりこの優秀な人を公認するならわかるが、うん、はいはい、うん、俺の目掛けになれば公認してやるという、その選対委員長の職権の乱用は問題だということです。あ、不倫はいいですよ、うん、不倫はね、だから佐藤ゆかりに、うん、別にその選挙に出る公認問題とは別に不倫するならば、うんうん、まあ、その佐藤ゆかりもあちこちでやってるわけだから、うん、今は江藤誠一郎とやってるわけ、大分の、うん、それを横から突き上げ狙い定めて攻撃仕掛けてるのが、うん、京都の西田ですよ、うん、だそういうふうに、まあ、高崎山の猿の世界だね、これ。うまい表現ですね。猿の、長田町猿騒動っていうか、猿の不倫騒動っていうか、ね。これ面白いです。長田町猿騒動。うん、この茂木ってのは猿みたいな顔しますからね。そうだろう。うん、それは面白い。だから、やっぱり安倍総理の、根幹揺るがすものにつながっていくと思いますか、総裁も。まあ、安倍はまあ弱いボスだるやね。ボス育児のない弱いボスだる。今日からこれ、命名しましょう。政界の猿軍団で、ね、高崎山じゃなくて、政界の猿軍団。安倍はボスだるね。これはこれからこれでいきましょう。政界の猿軍団で。面白い。でもまあこの茂木大臣の、そんな時間がかからないでしょうね、おそらく。まあ早く辞職まで行くのには。いや、野党がそれを厳しく追及すれば。ねえ、そうですね。まあ、野党もね、追及が弱いから、うん、まあ、そのままあ裏返って居座る場合もあり得るよね。あ、まあ、いわ野党で攻撃力があるのは山本太郎一人だね。あ、枝野ダメですか。ああ、ダメダメ。ダメですか。枝野も、もう、玉木もダメ、大塚もダメ。まあ、玉木はね、どうにもなんないと思うけど。いかにも、これは
山本太郎がやっぱり唯一の正義感を持った国会議員だね。山本太郎ね、うん、もう全政党を超えた、うん、やはり言うてることは正論であり、うん、ついてるポイントがやはり鋭い、うん、なるほど、山本太郎はやっぱりナンバーワンです。あ、うん、山本太郎が日本の総理になれば国は良くなる、間違いない。そう、面白いですね、まだ若いしね、うん、まあ、それでもう一つあるのがね、あの総裁、うん、この安倍総理に当然関連してきますけども、うん、あの北朝鮮に39号室つなぐのご存知ですか。はい、知ってますよ、この、まあ、あの金正日の時からあのあったんですけども、うん、で僕は一回あの一緒に行ったことがあるんです、うん、このいわゆる、非常に何と言いますかね、これブラックの秘密資金をあの集めるとこ、うん、特務機関や、まあ、特務機関、よりももうちょっとブラックですね、やってることが結局その偽ドルの販売とかね、あのあれの密輸のあの売買ですね、麻薬の密輸、こういうのを全部やってる。それで出稼ぎ労働者がいるじゃないですか、でそういうところから金を結構集める、そこも全部収集してるのはこの39号室で、いわゆる金正恩あの常務になってからのこれは直接管理のあれになるわけですから、でこの39号室が一時はいわゆる年間5億ドルから10億ドルを集めてたんですね。でまあ、日本円でいうと550億円から1100億円ぐらいですかね。でこれが今いわゆる国連 の、 安保制裁なんかにも関連してばったりそういう問題がそのいわゆる密輸麻薬の密輸やる、やるにも相手がいるわけですから、で偽ドルをあれするのにも相手がいるわけですから、そういうところからの制裁が詰まってここが今焦げついちゃってるんだそうです。これ最新情報ですよ。でなぜそのいわゆる北が突然南にその接近していったか、実はここなんだそうです。ここの資金がもう全然回らなくて、もう韓国からいわゆる南の方からその資金援助を受けたいとというのが最大のこの接近の理由だと。ただこの金正日のその親父の時代からのあれはもう少しいわゆるなんていうかな、ダーティーな部分がなかったなと思います。だから僕なんかちょっとこう見れた時だと思います。だから今は絶対にこういうのは一般のやつに紹介しませんからね、動画があっても。だからそれだけその非常にいわゆるもう真っ黒、北朝鮮のある意味で言ったら暗部ですね、これは暗闇です。ここはいわゆる秘密資金ですから、もうこれは完璧なそのいわゆる党のいわゆる専門部屋として存在するわけですから、で一番その北が核とかミサイルとか開発するその資金は全部ここですから、だからここが凍結するともうとんでもない状態に北朝鮮が入ると。だからそこの部分をよく南の大統領、韓国のこれが分かってるんだそうです。分かってる、彼は北の人間からね、分かってるんだ。だからなぜ今こうなって平昌オリンピックにそういう接近を一つの題材にして接近してきてるかと。だからその部分をよく分かんなきゃいけないのは逆に安倍総理なんです。なるほど、じゃあその平昌オリンピックの開幕式に安倍総理出るって宣言しましたよね、でその前にその南の大統領と、トップ会談をやると、これもほぼもう決まってますよね、とそのいわゆるこのアングルの中のこっち側に必ず北朝鮮がいると、これは安倍さんちゃんと分かってないと、とんでもない失敗が来るよと、
まあ、これはその向こうの関係者の人も一人言ってましたけど、それが一番ね、日本が大変失敗してくるのはそこだと。で、北はなんだかんだと韓国にイチャモンをつける時あるじゃないですか。行くよって言ったら行かないよってまた言ったりね。ああいうのはもういわゆる朝鮮民族の日常茶飯事の出来事だと。だから全く気にすることなく最後収まるとかみんな収まるんだと。それは何かっていうと、いわゆる北は金が欲しいんだと。そういうのが結果的にちゃんとしてるんで、だから南というか韓国側も何も慌ててないと。確かに日本で報道されるそういうシーソーゲームを見てると、なんだよなんだよと思いますけども、そう言ってはっきり解説されると、なるほどと。だからそこに向かってのその一番問題は安倍総理であると。で、いわゆる出稼ぎ労働者なんかにしても、国連の安保理のあれで、もう全部ダメになっちゃったですね、あれは。そうするともうその金もここへ入る、いわゆる39号室に入る金もなくなってしまったと。だからそこがもうどうにもならない、接近詰め、北の方は。だからこの資金不足をね、どうしても埋めたい北と、それから、そういうことよりもその日本に対しては慰安婦の問題とか、そういうのを切りつけたい韓国と。さて安倍さん、その北朝鮮に拉致か被害の家族拉致あるいるじゃないですか。そこをじゃあ韓国とどういう話をできるのと。これはその人も言ってました、そこがポイントだよって。慰安婦の問題だけをね、安倍さんとその大統領、韓国の大統領話してても、ここに北朝鮮があるということを絶対に人は忘れてはいけない、安倍さんは。だからむしろ逆に言うと、こういう39号室のこういう状態のことも安倍さんは知ってるはずですからね。そこをどうやってうまく使っていくのか、安倍総理が。そこまでの知恵者が果たして安倍総理の周りにいるのか、それをズバリ言ってましたね。ここも政治も音痴、ただ頭から「おい安倍これやれ」って言われたら「はい」って言って受けるだけの男です、その頭は今まではリチャード・アミテージとマイケル・グリーンのいわゆるそのニューコートの出先から指示された通り動き、はい、北に対する経済制裁、はい分かりましたと言って、お前はあちこちの国に回って、北に対する経済制裁を叫びまくれと、そして憎まれ役になれと、はい分かりましたと言って、日本の国益、日本の国民の安全保障とは全く関係なく、まあ指示通り動いてきた男だから、ムン・ジェインの立場も理解しないし、北朝鮮のいわゆる台所の事情、今言った39の、その内容も分かる分からない関係ないわけ、あいつは。そうですかね。で、分かったとしても、保育園程度の気の指数じゃ、何に言っても理解しないだろう。だから恥も嘘もつけば恥も書く、恥書いたという恥ずかしいという気持ちもない男だから、これ子供も言うても、小学生、まあ5年生ぐらいになれば、まあ大体恥ずかしいなと思うんだろうけど、嘘つけば、まだ3歳4歳の時は嘘つこうない小学、そういうことを感じない年齢あるわね、まあ、その程度の知能指数だから、脳が脳がまあ退化してるんじゃない、もともと悪いわ年いって退化してるんじゃない、もともと悪いからこいつだけはもうね、バカは死ななちゃ治らないということじゃないかね。じゃあボスダルにとってはあれですか、その39号室、いわゆる北朝鮮のね、ここをうまく利用するなんということは考えもしませんかね。それ考えてるのはムン・ジェインじゃね。そっちの方ですよね、逆に。ムン・ジェインは頭もいいし、北朝鮮の全てを知り尽くしてるし、
そして彼は民族統一だし、うん、朝鮮民族の大同団結、うん、だからこの平昌だって一緒にやりましょうと、うんうん、非常に積極的ですよ、うん、そしていずれこの軍産複合体が仕組む南北の対立、うん、軍事的対立、うんうん、この策略には絶対お互いに乗らないように、うん、民族、朝鮮民族同士が血を流すことだけはどんなことがあってもやらないという強い思想、うん、信念を持ってやってるわね、うん、だから、それもそう思う、うん、外部から戦争させやろうといろいろ仕掛けてきても、うんうん、文在寅がおる間は大丈夫と私は見てる。なるほど。それを御用聞き、軍産複合体の御用聞き、うん、安倍は戦争をなんとか作れと言われた、うん、はい作りますと言って動いてるわけだ。うん、これほど世界からバカにされた愚かな総理大臣は総理大臣はいない。じゃあ何千年歴史始まって以来初めてじゃないかな。うん、世界でも珍しいバカだねこれ。うん、まあローマのネロ皇帝中、うん、バカ皇帝と言われたら ネロよりも低いから、うん、ネロより低いですか。8000年歴史の世界の歴史の中の最悪最低の指導政治指導者と、うん、値する男だと。僕はね言いたいのは、いわゆる安倍総理そのボツザルがね、この39号室を、うんうまく使うことを考えないのかということなんです。その拉致家族、拉致家族のね、そういう返してもらうのにしても、ここをうまく使うことを考えればいいんで、だから それにその韓国の大統領と同時にものを考えることはできないのかなと。それだけ、もうね、全くね、北朝鮮にとっては、ね、拉致問題なんか安倍なんかもう全く何にも考えてないよ。じゃあ口で拉致問題の解決をしようというよりも、うん、口で言ってるのはあれはもう全くこちらのデマ勝ちばかりいつも言うから。それよりも衝動買いというわけはないが、うん、でそのトランプの娘が来たら、うん、はいはい、50億渡しますよ、うんうん、どこから持ってきた50億か、うん、これ個人のポケットじゃないだろう、これ、うんうんうん、どっちもに政府機関の金をも出すんだろう、うん、確かに50億はいお土産で持って帰ってください、うん、確かにね、分からんじゃないですか、これはトランプの娘の、うんうんうん、ね、うん、やってることが確かに、ね、女性運動だへっちゃう言うて、なぜはい50億だと、うん、その50億を持ってたね、うん、それはやっぱりあの日本のやはり、ロヒンジャの、うん、難民の中へ、うん、パーンとあの難民センターで病院でも作ったら、うん、どれだけ世界から喜ばれるか。ああ確かにそうですよね、うん、確かにそうです、そうです、うんうん、そんなわけのわからんやな、うん、トランプの娘に50億、はい、会った瞬間にも言ってるわけだろ、これどこで決めたんだこれ、うん、官房長官と安倍で決めたのか、それとも、総務会で決めたのか、うん、麻生太郎あたりにちょっかい出してんじゃない、え麻生太郎あたりが何かやってんじゃないですか、これは。まあ、麻生みーちゃんはーちゃんだからね、みーちゃんはーちゃん同士で決めたんだろ。まあ、財務のみーちゃんはーちゃん内閣だこれ、うん、みーちゃん猿軍団があったり、まあ、みーちゃんはーちゃんがあったり、でもまあ元に戻すと、いわゆるその金正恩の今最大のウィークポイント、うん、弱点がこの39号室であると、うん、いわゆる彼の金委員長の、完璧なこれ直接管理するあの秘密資金を預く、あの部署なわけですから、だからこのウィークポイントをうまくつくということを安倍さんは韓国のトップを使ってでもいいから、これをそういうふうな裁量を持ってあの対してほしいと。その39号室というこの言葉が僕はもう非常に安倍総理にとっては重要なあのポイントだと思います。で特にこの、日韓のトップ会談やるときに、
この話をどっかで安倍さんが当然シークレットっていいですよ、公にすることではないから、それをどうやってうまく出して揺さぶりをかけるか、それがいわゆる朝鮮と北朝鮮と日本のこれからの駆け引きの中での重要なポイントになると、僕はそういうふうに思います。だからこの39号室、この言葉をね、果たして俺日本の政府の人がどれぐらいの角度で知ってるのかな、猪木は知ってますよこれ、金正恩の時に僕一緒に行きましたから、そうだね、なんか例えばそういうものに知ってる、まあ、もっともこの金正恩になってからのこの39号室と若干趣が違いますんで、金正恩の時はね、だから、まあ、猪木なんかちょっと聞いてみればいろんないい話が生まれるかもしれないけど、もう何しろもピョンチャンオリンピックもトップ会談も時間がありませんから、だからここでそういう知恵を絞って、ぜひともこのテレビを通じて僕は進言したいと思います。まあ、あくまでも政府でも動かない、外務省は当然動かないんだから、そうですね、外務省動かない、やはり民間で相当なやっぱり強いパイプラインを作らないと。そうですね、ホットライン、民間ホットラインだね、民間ホットラインですね、だからそこまで持っていけたら一番ベストですね。じゃあこの前の先週の YouTube を見て、長嶋さんを応援しますその結構来ましたよ。ああそうだろう来ました、そうだろう、だから頑張りますから、民間朝鮮外交は長嶋以上のものおらんわね。いや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 、いや本当に頑張りますよ、とにかく頑張ってください。わかりました。日本はユーロシアの一員である。